はい、それではね、こちら岡山県産の、デニムの紹介になります、ライトブルーカラーのね、薄手のデニムということで、まずね、このデニムの特徴なんですけども、4オンス相当のね、デニムの中では薄手のねタイプになります。でプラスですね、これね、細番手の糸で織られてるので、割とねこう繊細な感じのデニムなんですよね。きれいめデニムっていう感じでね、ぜひ使っていただきたいなと思います。明るめのねこのライトブルーカラーもねすごくね、作品映えするんじゃないかなと思います。非常にねこの厚みのデニムっていうのはねなかなかね入荷しないのでね、ぜひね、この薄いタイプがね、欲しいなっていう方はねぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、それではね次生地の質感いってみましょう。はい、まずね、厚みなんですけども、今ね説明した通り、4オンス相当になりますね。でイメージで言うとですね、コットンシーチングぐらいのイメージだと思ってください。はい、で風合いなんですけども、風合いはですねまた通常のデニムとはねまた違って、すごくねこうシャリ感というかね、サラッとした質感を楽しめると思います。これはですね、デニムってね、もともとね、ちょっとこう、番手が太いですよね。なので、割合とこう、カジュアルなね、質感なんですけど、これはね、細番手デニムということで、すごくね、綺麗なね、サラッとしたね、感じでね、使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、次ですね、ドレープ見ていきましょう。ドレープもね、こんな感じですね。まあ、細番手ならではのね、まずドレープの中から出てくる光沢感とかね、あとこう本当にこうシンプルでね、こうナチュラルなドレープ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。この生地はねぜひね洋服全般にね使っていただきたいなと思います。まあイメージで言ってね、トップスとかボトムスとかワンピースですね、幅広い用途でね使いやすい厚みなんじゃないかなと思います。はい、で最後にですね、生地幅なんですけども、こちら134センチですね、幅広タイプのデニムになりますので、洋尺の方もね余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。